はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということでね、ちょっと動画始まる前に、多分この動画がね、上がってる頃に、多分実写動画の1本目の動画が上がっております。はい、なのでね、皆さんよかったらそっちの方見てください。今回の動画はね、ちょっとお買い物編なので、そこまで面白くないと思うんですけど、まあ次はバッティング編と、投球編と、で、アメンボプラスさんとのコラボの動画が上がりますんで、多分ね、面白くなってくると思います。まあ、間隔ちょっと空けて出していきたいと思ってますんで、ゲームの方はね、なるべく毎日出したいので、よかったらその実写の方のね、チャンネル登録と、概要欄の方に貼っときますんで、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで本日の企画なんですけどもね、まあ、昨日の生放送でも言いました。こちらです。ワールドスター引きます。はい。なんでお前ワールドスター引くの?って思ってる方いるでしょう。そうです。あなたたちの言う通りに、僕、ダルビッシュ有さん、大谷翔平選手、ピッチャー打者、田中将大選手、持ってるんですよ。なんで回すんかと。称号つけたいっす。うん。称号つけさせて。で、前田健太選手。前田健太選手ね、僕ね、YouTube デビューされましたね、前田健太選手。おめでとうございます。すごいためになる動画いっぱい出してる。でね、前田健太選手、僕5名いるので、極みにできるんですよ。なのでね、前田健太選手の S ランクも欲しいんです。将来に向けてね。うん。で、なんたって、まあ、ダルビッシュ選手ですよね。ダルビッシュ選手と、田中将大選手の A ランクが欲しい。まあ、ダルビッシュ選手はまあ言わずもがな、今日すごいピッチングしてましたよ。先頭打者ホームラン打たれましたけど、あとはもう完全にシャットアウトしてましたね。すごかった、本当に。で、まあね、試合前日にもかかわらず、DM の方でね、ちょっとやり取りとかして、すごい申し訳なかったなと思うんですけど、まあすごいね、もう言い方す、かなり。はい。で、しかもプロスピの動画もかなりおもろいっていうね。再生回数普通に負けるってかなり面白いからね。びっくりするわ、ほんま。で、田中将大選手の A ランクも欲しい。同値にできるんで、オール同値。僕、チャレンジかなり失敗してるんですよ、田中将大選手。なので、同値にしたいと。ダルビッシュ選手は同値無理だよね。まあ、元から同値か。9位スタミナの。はい。で、前田健太選手って感じかな。大谷選手はもうね、大丈夫です。僕、もうかなり持ってるんで。なので、今回ね、まあ、30連でちょっと納得いかなかったら60連引こうかなと思ってます。で、30連で終われば、まあ、その後ダルビッシュさん使ってちょっとリアタイやろうかなと思ってるんですけど、まあ、60連回すってなったらね、まあ、どんな感じかわかんないですけど、もうとりあえずやってみましょう。はい。なので、ワールドスター再臨。10連目、いきたいと思います。ちょっと最近引き悪いからな、どうですかね。よろしくお願いします。いきます。ドン。あ、散るね。おお、やっぱこれはダルビッシュさんの動画見てるからな。ダルビッシュさんの引きがエグいんですよ、マジで。もうね、僕ね、もう高評価と、うん、再生10回ぐらいしてるからね、多分。おそらくこれは引きをもらってきました。さあ、ダルビッシュ選手引くのか。ああ、きた。待って、待って、きた。前田健太選手来た。めっちゃ嬉しい。チャンネル登録してますか、皆さん。ほんまに僕してますから。だから、ひだこ、来る?うん。A ランクのダルビッシュ選手、あ。A ランクのダルビッシュ選手か、田中将大選手来て。頼む。ああ、オッケーオッケーオッケー。ちょ、何パーか見よう、何パーか。S ランクが50でしょ?マジで ?50 で、1、2、3、4、5、6、7、8分の1引く?やば。あ、7分の1やった。で、A ランクが20か。A ランク20はきついな。まあ。ちょっと、とりあえず A ランク欲しいっす。ダルビッシュさんと田中将大選手の。いきます。ドン。あ、違うか。いや、けど来そうよ。来るよ。来そうな顔してるよ。ほら。まあ、カットインはないですね。はい。僕の端末にカットインという概念はなくなってます。まあ、今回。まあ、けど A ランクの可能性があるから、とりあえず 20% でダルビッシュさんと田中選手を引ければ、僕はもうこのガチャ追加、飛んでる?ガチャ追加回さないんで、お願いします。うん、辛いね。はい、20%! ドン!岩崎選手。鉄仮面岩崎選手ですね。はい、ということで、ここ30連目ワールドスター確定なので、まあ、ダルビッシュさんか田中選手、どっちか出てくれたら嬉しいなって感じですね。いきます。お願いします。ドン。来い。まあ、これは演出か決まってんのか。じゃあもう飛ばそう。いや、飛ばさんとこ。いや、飛ばす。うん、飛ばします。いきます。さあ、お願いします。ワンボール。はい、久保選手。山本由伸選手。ちょ、2枚引きとかしてもいいんですよ。幸先いいですから、前田選手引いてますからね。うわ、きっつ。10連目にエース出したからって言って、この仕様で、仕打ちですよ。うん、神田。いきます。さっ!まあ、大谷選手、これ欲しい人かなりいるでしょうね。うん。大谷選手、ピッチャー2枚目です。ってことで、これちょっと追加っすね。はい、追加いってきます。はい、ということで入れてきましたと。いやー、ちょっと欲しいなー。まあ、60連目 S 確定なんで、ちょっとね、田中選手かダルビッシュ選手出てほしいですね。もう前田選手はかなり嬉しいので、40連目いきます。ダルビッシュさん、引きください。ダルビッシュさん、引きをくれ。はい。散らんか。今日4分の1ですね。うん、散り率。散ったらね、S ランク来るんですよ、僕の場合は。だからね、コナミが多分ね、散らんようにしてるんですよね、僕の場合。散らさないようにしてます。割れて。なんであんな人引けんねやろな、みんな。
みんなてかまあ来い。うわー、いやここで来てくれてもいいね。 20% ちゃうねん。皆さん実写動画よろしくお願いします。なんでこのタイミングで。いや 20%、 うわ全然 20% 引か。マジこんな 20% 出へんの。からいやマジ A ランクでいいんすよ。いきます、お願いします。いや僕な 2,3 え、なんでなんで、あ、いったいったいった。いや僕ね 2,3 枚ぐらい出ると思ったんですけどね、 A ランク。うわ来た、これ来るよ、これ来るから見といて。散った時は S ランク来るんすから、僕来るんす。うーわ、ちょっと頼む、勝手、ちょたまには勝手に見せてくれ俺にも。割れるよ。これいやけどこれまた出る可能性あるんで、うん、一概には出ないとは言い切れない。うん、出るよ、出る出る。 A 出て、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  A、 A、 A。 うわ広岡選手めっちゃ下向いて打ってる。1、2塁間に打ってるな。うわちょっと待って、 A ランクの引き割る。いや結構これ10連目で前田選手が出たからかなりの神ガチャみたいな雰囲気出てるけど、めちゃめちゃ引き悪いですから今。実を言うと気づいてました皆さん。ってことで60連目いきたいと思います。さあダルビッシュさんか田中選手の S ランクお願いします。とあーこれはもう確定ない。さあごめん、もういつもね気合い入れちゃうんすよねここ。うん、じゃあ飛ばします、いきます。さあ寿司ボーイ、うん、ボーイって感じじゃないですけどね、うん、寿司グランドファーザーぐらいですけどね、うん、さあお願いします。いやグランドファーザー言いすぎやの、ごめん、それはレアード選手ごめんなさい、すいません。あーあーマジこんな。はい、ということでラストです、お願いします。ドン、お願いします。いやー、2枚目好きやな大谷選手。大谷選手俺のこと好きやな。どうしようこの大谷選手、すごい手持ち無沙汰になるこの大谷選手。称号チャレンジもする必要ないからな大谷選手。いやミキサーという贅沢なことをしてしまうかもしれないね。あちゃうわ、打者大谷選手どっちやったっけ俺。あどっちや、打者大谷選手どっちや俺。電光石火ついてもてるんや。ってことはこれはちょっとまたあのおいおい考えます。はい、ちなみに僕のリーグオーダー 77,252 です。よろしくお願いします。はい、ってことでね、入れましたパート2です。はい、いやあのね何のためにこのガチャ引いたんやと思って、僕よくよく考えてもうねリアタイやろうかなと思ったんですよ、ダルビッシュ有さん使って。けど何のために俺このガチャ今引いてんのと思って、いやダルビッシュさんと田中選手出すためでしょということで、なんかここで引き下がるのもあれやからちょっとまた追加しました。はい、なのでねちょっと70連目いきたいと思います。もしかしたらこっからすごい神引きできるかもしれないですからね。いきますね、お願いします。どう、もう散ってよ、もう光って、うわちょっと待って、えぐいほんまにきついよ結構。こっから闇やからね、確定ないですからね、確定ないですから。あれて、うわまあ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 、最悪 A ランク、 A ランク出たら終わる、 A ランク出たら終わる、最悪頼むお願い、お前来い20。なんでちょっと遠わマジで、なんで 20% 引かれへんのこんなに。 20% よし前代未聞、A ランクでこんなに喜ぶ人よし、これ最後も、あそんな甘ないか。杉浦選手のストレートって A なんかな、すごくいい印象あんねんけど。あ C なの、オッケーオッケー、あと田中選手や、田中選手ダルビッシュさんの称号これでつけれる、初めてワールドスターに称号つけれます僕。よしよし、ってことあと田中選手、まあダルビッシュさんでもいいけどね、2枚ぐらいあってもいいけど全然。いきます、ドン、知ってよもう、まあ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 、ちょほんま経費削減しすぎ、マジで紙吹雪台ぐらい経費削減すなほんま。でこういうとこで S ランク来て 2.5% の力見して、じゃないと 5% に引き上げるよ確率。もう 5% に確率引き上げてくれコナミさん、マジで 2.5% はきちい、ほんまに 2.5 はきちい、あすげえ。はい 20% 田中選手ほったか。はい、ってことでラストですね。いやラストじゃないなこれ、600エナジーあるな。まあまあいいか、ちょっとここでマジでちょっと頼むほんまに、 S ランク来て、 S ランク来て頼む、お願いします、いきます、ドン。いやほんま紙吹雪今日全然散ってない、皆さん皆さんどう思いますこれね、この現状9分の1ですよ今日。あちゃ9分の2か、でで、うわーいや今守る可能性あるからな、諦めてないけど僕は。 AS なしからの S ランクは少なくなりましたね。はい、ではラスト、ワンバーブ、いやきっつーこれ、いやどうしよう、待って、行こう、行く、行きます。はい、100連目、ワールドスターガチャ100連目、行きます。じれてもうほんまに、ほんで電気引かなかったらこれ、はい、経費削減です、経費削減しておりますコナミ選手。コナミ選手は帽子ちゃんとかぶるほんま、頼む、おーしよし。まあこれ50% でワールドスターなんですけど、まだ普通の通常で則本選手も僕狙ってますから、陰で実は今日10連目からずっと則本選手も狙ってますよ僕。うん、
選択契約書に乗本選手からギャルシーア怪我してるけどね、うん、乗本選手これ選択契約書マジでもう乗本選手しかなかった。いや A ランク来て頼む。はいラストいきます。田中選手かダルビッシュ選手ね、いきますドン。えらけん、あ、OKOKOK、前田健太選手も OK です。はい、はい、ということでね、結果はね、まあこんな感じになりましたけども、まあ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 100連で、まあ S ランク3枚、4枚。うん。まあこんなもんよね。うん。ガチャ確率、厳しいからね。うん。ということで皆さん、よかったら実写動画の方もね、チェックしてください。はい、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は終わります。VIPでした。